八神です。はい。八神さん。ん？はい。え？はあ。お、ああ、いや。私こうやって男の人と一緒に歩くのって初めてで、緊張しますね。俺もある意味こういう形で女の子と歩くのは初めてだよ。そうなんですか。なんだかちょっと嬉しいです。周りの人たちは私たちのことをどんな風に見えてるんでしょう。それは純粋に俺も気になるね。湊斗ちゃん、その格好で暑くない？大丈夫です。もう慣れましたから。まあそれならいいんだけど。むしろ冬なので暖かくてちょうどいいくらいです。防寒対策としてはバッチリってことか。なあ、おう、わかった。それって、 いえ、さすがに違いますよ。このアルバイトをしている人で許可された希望者は持ち出し可能なんです。いつシフトに入ってもいいようにと。
まあ実際に持って帰ってるのは私だけみたいですけど。すごいじゃん。そうでしょうか。おう。ありがとうございます。そんな風に褒めていただいて、その嬉しいです。お、ありがとうございます。ずっと探してたんです。よかった。あの、中身読みました？え、いやいや。そうですか。さすが紳士ですね、八神さん。まあな。お、あの、実は私お笑いとか大喜利とか好きで、いつもネタを思いついたらこれに書いてるんです。つまり？はい、何か思いついたら一人でネタを書いたりしてます。披露する相手もいないんですけどね。マジで？いいですけど笑わないでくださいね。あ、いや、笑っては欲しいんですけど、なんというか。いやいや。そういうことなら、どうぞ。なるほど。みなとちゃん。え？耐えられなくて、人にネタ見てもらうの初めてで、心臓が飛びそう。面白いじゃん。本当ですか？他にはどれが面白かったですか？あ、それ自信作なんです。よかった、受けて。文字だけでも結構伝えられるんですね。これって？ああ、それはお題メモです。街中で見たものを即興で謎かけできるようにいつも考えてまして、それでうまく思いつけなかったものは宿題としてメモしてるんです。でも最近は宿題減ってきましたよ。へえ。多分頑張ります。何かお題ください。紅茶、紅茶、はい、整いました。紅茶とかけましてゴルフと解きます。ん？綺麗にカップへ入れましょう。なるほど。あ、そうですね。私ですか？私は、なんだろう。あ、はい、整いました。東堂港とかけまして、覚え始めた外国語と解きます。ん？最初はさっぱり話せません。フォローありがとうございます。カムロップか。はい、整いました。カムロップとかけまして一流大学と解きます。ん？入るのがとっても大変でしょう。なるほど。耳に手を入れる特別な作りなので戸惑いますよね。入った後は楽ちんなんですけど。ははは。ノート、ノート、はい、
ました。ノートとかけましてデートの約束と解きます。ん？破ったら修復するのが大変でしょう。それって、え、違いますよ。私はそんなんじゃないと思います。すごいじゃん。ありがとうございます。でももっとひねったことを言いたかったな。あ、ちょっとメモしておきます。みなとちゃん。はい、何ですか？え、そうなんですか？でも確かにちょっと、うん、すごく楽しかった。そういえばさ、正直あまり実感ないんです。アルバイトも結局カムロップに入るだけですし。すみません、実は未だに地域振興課の室井さんの顔も認識できていなくて。なあ、いや、矢上さんのお顔はよく知ってます。先日も拝見させていただきましたし。ところで2つ、1つって、そんなのみんなそうじゃないですか。室井さんだってそうですよ、きっと。多分みなとちゃん好きというか、コーヒーが得意じゃなくて、香りは好きなんですが苦いのが苦手で、だから選択肢があまりないんですよね。でも飲めるようになりたいなとは思っています。なるほど。そうしたらまた付き合ってくれますか？ははは。ありがとうございます。じゃあ手付金を。あれなんだけど。ああ、カムロ町漫才コンテストですか？いいですよね。私も見に行こうと思ってます。みなとちゃん、私がコンテストに出るんですか？正気ですか？無理に決まってますよ。いや、笑顔。おう、そうでしたか。でも人前で漫才なんて一番私から程遠いというか。ああ、そんなはっきりと。いやいや、大丈夫だよ。少し考えさせてもらってもいいですか？まだ心の準備が。おう、わかりました。みなとちゃん、そうですね、行きましょう。俺もだよ。
ありがとうございます。はい。それでは。ん？千代だ。ああ。てめえ。勝負っす。ん？いいっすよ。なあ、ああ。敷島、いいっすよ。おい、いや。